皆さんこんにちは今日はようこそおいでくださいました国家基本問題研究所が主催いたします日本研究所今年が3年目です素晴らしい方々を今年も選ぶことができました楊海英さん南モンゴル出身の方でいらっしゃいます今はもう日本国籍を取っていらっしゃいますけれども 今回は日本陸軍とモンゴル港湾軍,軍艦学校の知ら,ず知られざる戦いこれが第一作そしてまたチベットに舞う日本刀モンゴル騎兵の現代史というこの2つの作品が今回の受賞大賞となりましたそして奨励賞として台湾の陳重新さんも 日本統治時代の台湾というご本によって奨励賞を受けましたそしてもうお一方アメリカのロバート・エルドリッジさんこの方は海兵隊でいらっしゃいますけれども尖閣問題について尖閣問題の起源沖縄返還とアメリカの中立政策これ大変アカデミックな作品ですけれどもこの作品で奨励賞を得ました 今日はこのお三方の受賞者の中で日本研究賞のまあ本賞といいますか大賞をお受けになられました羊海英さんに90分の記念講演をしていただきます羊海英さんのお立場先ほど申し上げましたように南モンゴルまあ私たちにとっては内モンゴルといった方が分かりやすいかもしれませんけれども 内モンゴルのご出身です。中国に大変弾圧をされているところです。そしてまたその歴史を見ますと、旧日本軍の非常にまあ、影響力の強い、旧日本軍と非常に関係の深い国柄でもあります。陽海英さんのお話は、あの大東亜戦争において、私たちがしたことは何だったのか。 なしえなかったことは何だったのかそして今私たちは戦後70年とか71年という話をしますけれども戦後は終わっているのではないこれが羊海衛さんのご主張のポイントの一つですではどのような形で終わっていないのか お話を聞けば本当にたくさん考える視点が与えられるだろうと思いますでは洋海江さんをご紹介いたします洋海江さんどうぞ拍手でお迎えください<手>ではどうぞよろしくお願いいたします 皆さんこんこにちは、えー、本日は暑い中、えー、ご来場いただきまして本当にありがとうございますまた、えー、この度国家基本問題研究所より、えー、日本研究所という大変素晴らしい賞をいただくことができまして、えー、この場をお借りし、えー、櫻井よし子先生そして、えー、関係者の皆様そして 国旗圏の平素からの活動にご理解をいただいているご来場の皆様にも御礼を申し上げたいと思います。で今日ですがあの、えー、記念公演っていう大変あの、えー、貴重な機会ですがこれを利用しまして私が普段研究してきたことその一環を皆さんに ご報告題しまして「軍人民族主義者が創造する近代日本型文明」です。でサブタイトルですけれど「日本人とモンゴル人の20世紀文明史」です。多分皆さんが普段あるいはここまで受けてきた教育の中であるいは 接してきた日常生活の中でですけれどこの軍人という言葉あんまり出てこないんじゃないかと思われますそして軍人と民族主義者がまた結びつかないかもしれないこの普通の日本でですけれど普段の日本でですけれどそして日本文明あるいは日本型文明は素晴らしい文明であることは自明のことですが その文明を誰が作ったのかということは実はあやふやにされてきたんではないかとで私はあえてその真実を軍人と表現しましたでその軍人ですけれど日本人の軍人だけではなくモンゴル人の軍人も実は含まれているんですつまり20世紀のひととき一時期においてモンゴル人も 大日本帝国の軍人でありましたで、そのことについて先ほど理事長の方からご紹介いただいた私の2冊の本ですけれどチベットに舞う日本島とそして、えー、日本陸軍とモンゴルという本の中で書かせていただいております、えー、皆さんもぜひあの機会があれば買っていただいて あるいはもうすでにお読みになっているかもしれませんがよろしくお願いいたしますではふ、えー、普段私大学で授業する時は立ってるんですけれど、えー、今日はじゃあ時には立ち時には座らせていただきますので失礼いたしますで、えー、まず日本でですけれど まあ私も日本に来て27年になるんですけれどあの一つこう印象があるんですけれど現代の日本というのは軍隊と軍人をこう避けているのではないかという印象を受けますでつい最近も皆さんご存知のようにある政党の幹部がですね防衛費は人を殺すための予算と発言しています。でまあ あの週末に選挙があるんですけれど投票があるんですけれどえこの貴重なこの大事な選挙期間中にですねえ中国の戦闘機がえしょっちゅう尖閣諸島に現れそしてえまさに今現在南シナ海で軍事演習をしている最中ですけれど、えー 自衛隊も一生懸命そのスクランブル発進で対応したりしているんですけれど、えー、それに必要な経費をこう人を殺すための予算とこう表現している方がいらっしゃるので、まあ、それもやはりこう軍隊、軍人、まあ、私は一般論として軍隊と軍人を使っているんですけれどその,、えー、その中に多分、自衛隊も含まれると思いますが。 それを避けてきたら忌避しているんじゃないかと。忌避するということはこれは政治的なことなんです。彼らは普段から日本を守っているのになぜ彼らを忌避するのかと非常に不公平な感じを覚えます。でまさに現在日本はすぐそこまで例えば中国が東シナ海で膨張し 沖縄県の尖閣諸島を自国の領土だと主張している現在ですけれどいわば国家存亡の危機に日本は直面していると私は思いますで、尖閣諸島っていういくつかの島だけの話ではなくて中国では例えば沖縄も中国の領土であるという論調が中国の政府系の新聞 あるいはメディアに時々見られますですから尖閣だけが小さな島としてもぎ取られたらそれで終わるだろうと思っているかもしれませんがそう思っている人がいらっしゃるかもしれませんが中国の野望は決して尖閣諸島で終わりません彼らはアメリカにも対して広大な太平洋を我々二国で分け合おうと言ってるんじゃありませんか。 ですから沖縄もあるいは西太平洋ハワイまでが中国の内海に変化してしまうという危険性も十分あります。というのは前例があるからです私のふるさと南モンゴル今行政上は中国の内モンゴル自治区というところですけれどこれは戦前は国家でした2つの国です。 満州国という国とモンゴル自治法という国です。で満州国とこのモンゴル自治法にそれぞれモンゴル人がいて日本の強い影響下にありました。1945年8月日本でいう終戦で日本人がこう草原から撤退するんですけれど満州国とモンゴル自治法というのは日本の内地と さほど変わらないぐらい。非常に近代化の進んだ国家でした。日本はいわばこの二つの近代国家をモンゴル人に残したんです。国家っていうのはあらゆる装置が必要なんです。軍隊、工業、農業。モンゴルの場合は牧畜業。そして教育。このあらゆる近代的な措置。 すべてこの満州国とモンゴル人はこれでようやく民族の独立つまり中国からの独立が実現できると思っていたんですけれどヤルタ協定っていうソ連とアメリカと中国イギリスが秘密に結んだ協定があって これ対日戦後処理の協定ですけれどこのヤルタ協定によって内モンゴルあるいは南モンゴルは中国に占領させるという取引があったわけです、まあ、ソ連はこれで出兵しているんですけれど満州とモンゴル自治法にその結果第二次世界大戦の結果として南モンゴルが中国の領土となり今日に至っているわけです。 でその南モンゴルに中国人が入ってくるときは、まさに尖閣諸島に現れるのと同じなんです。少しずつじわじわと。気がついたら、もう人口の逆転現象が起きてるんです。もう中国人の方がモンゴル人の何倍にもなり、そして銃撃をしたのは中国人ではなくてモンゴル人だ。いう 因縁をつけけてて占領してくるわけですですから我々はあるいは私は亡国の民ですのでその亡国の経験から皆さんに申し上げますとやはり尖閣問題は今非常に危機的な状況にあります。防衛費を人を人殺す予算というふうに表現するのは大変間違った見方ではないかと思います。 で今日はその話はポイントではありませんが、えー、主としてそのモンゴル人の軍人と日本人の軍人がどのように20世紀において近代文明を作り上げてきたかその歴史について皆さんに報告申し上げます。で「モンゴル人」という言葉がたくさん出るかもしれませんがそのモンゴル人の歴史は同時に 日本人の歴史、日本の近代史でもあります。写真をご覧いただきたいんです。これはモンゴルの草原で普通に歩いてて、まあ出会った時の風景ですけれど、男の人二人がこう馬に乗って銃を持って草原を歩いている風景ですけれど。えー モンゴルは勝負の民族つまり武をたっとく民族であるということをよく表した一枚です。で男の2人がこうだらっと馬に乗ってるんですけれど、えー、銃を持ってそしてその左の方ですけれどここにねうさぎをぶら下げてるんです草原でうさぎを買ってきたんですね。で